いや今回マジで釣れないですよ。3バイトぐらいしかないと思う。ワンミスしたらじゃあそれだけリミットが減ってくるっていう。だから今日はもう、いかにその超少ないバイトをボンミスしないかと。だからもうサイズはもう狙えるとかいう状態じゃないんですよ、正直。多分で、土浦で4時間で花室川1時間、新川1時間で戻ってきて、さっきの川尻で、あそこ1時間いらないけど、まあ1時間で8時間違う、花室川2時間やるかもしれない。で8時間かで、移動に1時間で9時間っていうざっと。であとはもう釣ってて様子を見ながら。土浦ってやっぱりすごいメジャースポットで、釣り人もやっぱり一番多いんですよ。こうやって車でも来るし、チャリンコ部隊も来るし、あと電車部隊も来るし、駅から歩いて行けるから。だからプレッシャーはやっぱり一番高くて、どうしても釣り方がスローな釣りになっちゃうんですよね。でまあそれでも川の上とかやれればクランクとかで釣れるんですけど、まあ、今回のその本こう橋1本目までっていうルールだと、はい、もうそのモロ、ライトリグ寄りの釣りになるんで、食わせようと思ったらちょっと時間かかるんですよ、釣りが。ロット3本までですね。3本までこのってぐちゃぐちゃしてるじゃないですか、だから、すぐ隣に例えばここにバスがいても間にいっぱいぐちゃぐちゃしてるのがあってルアーに気づかないんですよ、だからもう穴一個一個に落としていかないと面倒でもルアーに気づいてくんない。いやこれないでしょ。はいはい。僕はスモラバですね。10、20あるな、25あるな。10、25あるな。つかないともう泣きたい泣きたい。本当これでいいんですよ今日は。28、78ですね。こんなんなんなの。都会とかで釣りやってるとなんかすげえちっちゃく見えるけど。300ジャスト、はあ、よかった。3日目に3匹釣れたっていうのはあそこの草と、こことあともう1箇所向こうになるんですけど、その3箇所1箇所目でとりあえずほげってやべえ。大変です、見学会です。平日だというのに皆さんは何をしている人なんでしょうか。不思議です。それは私も一緒です。会社休みました。はい、あ、とんでもない、頑張ってくださいな。今回これすごいですよ。これ一発で当てたら結構すごい。はい、このイカは何でしょう。絶妙のバランスだと思いません。はい、時間切れです。芋にパインシュリンプだ、すげえ。そうそうなんです。で、まあ、おかっぱりでファットイカはちょっと厳しかろうと今回、で、まあ、ちょっと普通 の、 あの4インチのイカだとフラスカートがボリュームありすぎて、ちょっとアンバランスじゃないですか、なんで、であのなんだっけ、テールレスグラブ、でちょっとこういう形でバックスライドに、ね、いくらかでも有利な形じゃないですか、でしかもフラスカートはパインシュリンプの 3.5 インチをつけて、でこれプールでやったんですけど、ベストバランス。はい、ネタその2。テールレスグラブのこれ頭のところ土地が切ってつけてる。そうだから金かかってるんですよ。金かかってる、金かかってるでしょ。だいぶで俺は金別に持ってるわけじゃないんで
無駄遣いはしませんよ堀部さん。じゃあカットした反対側も使ってると。はい、これですね。でパインシュリンプの頭が取っちゃった分は、はいはい、一応こんな感じ。まあ腕とかちょっと細くして。細く、どうやって細くしてるんですかこれ。これハサミでこうやって切ったのこの方がねプラプラ動く。まあラバーもつけて、あとまあこれはね、これすると落ちるとき震えるからっていう感じで、ちょっとフラスカート取って寂しくなっちゃったんで、ちょっとこんなことをして、食いしぶったね、人の多いあの足際とかライトテキサスでライトフリップで、結構こういう小技で、小技をしつつ、無駄もせずに。でも今日使うかどうかは分かりません。本ちゃん用カラーですかそれは。まあね、これ買い占めましたからね、この色。もしかしたらもうどこにもないかもしれない色。釣れた。そんな甘かないっちゅうの。ルアーで釣れたら苦労しないよ。もうね、そういう時代じゃないんですよね。まあさらにでもそういう時代じゃないって言っても、でもルアーも工夫しないと釣れない。だけどルアーを工夫すれば釣れるっていうもんでもない。いや、とりあえずこれ釣れないよ。なんでかというとバスがいない。マジで食わねえのか。結構自信あったんだけどな、ここは。なんか途中経過聞きたくねえな。これですげえ他の人釣ってたらもうプレッシャーで、なんか自分に駒がそんなないから特に聞かされて、俺聞きません。ダメなん、聞かなきゃいけないんですよね。もう最後に分かればいいよ。平常心で釣りしたい、最初から最後まで。はい、はい、あれ川村、はい、1、はい、相葉、2。マジすげえ。リアクションがちっちゃいですね。うわー、すごい、すげえ。2匹か。その1匹のアドバンテージってもうすごいんですよ、今このカスミって。きついな正直。花室行ったのかな。で途中見なかったですよね。花室っぽいかな、さすがというか。